はい、前家さんの、クラッチ、新しいクラッチ版3点キット、あ、3点キットのクラッチ版なしねを組んだ状態で、組んだだけの状態です。結構触れるね。この辺りが今ね、重いとこでしょうか。はい、あ、そっちつけた。こっちね、あ、印ここね。はい、これまだ今、仮組みの状態でのバランスです。何回か調整した後だよこれね。調整穴こんなある。恥ずかしい。戻りたがるかどうかだね。この辺だったんだよね。だいぶぐらったね。よくなった。よしよし。だいぶ検討の跡があります。さっきクラッチ板をない状態で組んでバランスを取ったフライホイール。クラッチ板を今組み込んで、もう再バランスですけど、やっぱりクラッチ板を入れるとバランス狂います。なので、クラッチも入れない状態でバランスを取っておいて、置きます。これしょうがないですね。だからね、このバランスは。これクラッチ板だけのアンバランスですね。